取手第二高校野球部主将の山田和樹です。今年は甲子園優勝30周年なので、先輩たちの思いを受け継いで自分たちも甲子園に行けるように頑張っていきたいと思います。このチームはチームワークがいいので、人数が少ない分チームワークの良さでカバーしていきたいと思います。一戦一戦集中して頑張っていきたいと思います。練習試合を通じて、どこのチームと対戦してもとにかく4点を取って3点に切るということで、4対3のゲームを目指すということで取り組んできましたので、大会に入りましてもそれを子どもたちに言い聞かせてですね、自分の役割をもう一回確認させていきたいと思います。個々の能力は高い選手が揃っているわけではないんですけれども、3年生を中心としてチーム力が日に日に増しておりますので、とにかくチームの輪ということを大事にしてですね、大会に臨んでいきたいというふうに考えております。